ハリケーンの内部構造を示した図合目、アイウォール、目の壁、レインバンズ、交う体ハリケーンとは、以下の地域で発生した熱帯低気圧のうち、最大風速が64ロット以上のものを言う。語源は、マヤ神話の創造神の一柱である、フラカンに由来するとされる。大西洋北部及び太平洋北東部のハリケーンは、フロリダ州マイアミにある。 米国海洋大気局国立ハリケーンセンターが命名している。領海域ではそれぞれ異なる名前リストが使用される。毎年 A からアルファベット順に命名される。名前リストは6列ずつあり、毎年次のリストの A から始め、6年ごとに同じ名前リストが使用される。米国による命名は1950年に始まったが、最初は、 人名ではなく古いホネティックアルファベットが使われていた。1953年から女性の名前が使われるようになった。名前リストは1978年までは米国が作成していたが、1979年からは世界気象機関が作成するようになった。この時、名前の選定に関しても二つの変化があった。一つは女性のみの名前リストが、 男女同権に反するということで、1979年からは男女交互の名前リストが使用されるようになった。男女の順は、リスト内、リスト間、海域間で、すべて交互である。つまり、奇数年の大西洋と多数年の太平洋は、女、男、女、男、多数年の大西洋と奇数年の太平洋は、男、女、男、女、女の順である。 もう一つの変化は、1979年からフランス語、スペイン語の名前が入ったことである。その年のリストを使い切る、つまり、北、大西洋では21、太平洋北東部では24のハリケーンが命名されると、次からはギリシャ文字を使用する。ただし、実施令は、こうした名称制度が始まった1953年以来、長らくなかった。 1992年の太平洋北東部では、その年のリストの最後のジークまで使用されたが、それがその年の、この間域で最後の命名となった。しかし2005年の太平洋北部で初めて、その年のリストの最後のウィルマまで使用された後、同年10月22日には、シーズン22番目となるアルファーが、10月27日には23番目のベータ。 最終的に12月31日には27番目となるゼタが命名された。なお、同じ年に両海域でリストを使い切った場合については WMO の文書に記述はない。太平洋北中部のハリケーンはハーイ州ホノルルにある米国海洋大気局中部太平洋ハリケーンセンターが命名している。この海域では1982年から名前リストが 使用されている。名前リストで使用されるアルファベットは AEHI, KLMNOPUW、つまりハワイ語のアルファベットである。名前の大半はハワイ語の単語だが、1、3ほどはハワイ語の辞書に載っていない。名前の意味は公表されていない。名前リストは4列。大西洋北部。 太平洋北東部のように年ごとに次のリストの A から命名されるのではなく、台風のアジア名のように翌年の最初の名前は、前年の最後の名前の次から命名される。例えば、1987年の最後の名前はペケ、だったので1988年の最初の名前は、ラキーとなった。名前リストの最後に到達した場合に、次のリストの最初に戻って命名される。これまで、 大西洋南部ではハリケーンは発生しないとされていた。大西洋南部は世界に6カ所ある熱帯低気圧の国際監視、予報センターのいずれも監視していない海域であり、国際名は付けられずハリケーンと呼ぶかどうかも定まっていない。しかし2004年、ブラジル沖でハリケーンらしきものが発生した。これが本当にハリケーンかどうか議論の余地もあるが、一部の研究者が アメリカの正式省衛星ー図の画像を検証した結果最大風速85キロトン程度のハリケーンであると結論付けている。ただし地元ブラジルのマスコミが上陸地の名前を取ってカタリーナと呼び、この名前が一般的に使われるようになった。2011年ブラジル海軍チェントロデヒドラグラフィアが南大西洋の熱帯低気圧、ア熱帯低気圧に命名を始めた。 RSMC の機関ではないので国際名ではなく、台風番号やフィリピン名のような国内名に該当するが、他に名前がないので国際的に使われている。名前リストは ABCDEGIJKMOPRUI から始まる15の名前からなる一列のみで年初に A に戻らずに続けて使用され、最後まで使うと A に戻る。命名条件はハリケーにより緩く。 ハリケーンは2019年のイバが初めてである。大西洋北部で発生した熱帯低気圧がトロピカルストーム以上の強度で太平洋北東部に越境した場合、国際名は新たに太平洋北東部の名前リストのものとなる。逆に太平洋北東部で発生したものが大西洋北部に越境した場合、大西洋北部の名前リストのものとなる。例えば、 1971年に大西洋北部で発生したアイリーンはニカラグアを直撃後海上に抜けて太平洋北東部に越境しオリビアという国際名に変わった。太平洋北中部や太平洋北東部で発生した熱帯低気圧がトロピカルストーム以上の強度で180度異性に到達した場合は台風となるが国際名は発生当時のものがそのまま使用される。 例えば、1986年に太平洋北東部で発生したジョーゼットは、国際名ジョーゼットを持つ台風198,611号となった。また、1997年に太平洋北中部で発生したオリウィは、国際名オリウィを持つ台風199,719 19号となった。顕著な影響を与えたものについては、 名前リストから削除され、次回からは別の名前が使用される。例えば、大西洋北部では1992年の、アンドリューは1998年にはアレックスに変更された。また、太平洋北中部では、1992年のイニキはヨラナに変更された。その性質上、永久決命となるハリケーンは、必然的に大型ハリテーンが多いが、 ハリケーンそのものの強さとは関係がなくあくまでも被害の大きさが基準とされる。例えば2001年6月にヒューストンをはじめとするテキサス州南東部に大洪水をもたらしたアリソンはカテゴリー1にすら達さないトロピカルストームの強度でありながらその被害が大きかったためアリソンは名前リストから削除され2007年以降はアンドレアに置き換えられた。 2019年以降の大西洋北部のハリケーン、命名リストは以下のようになっている。発音については、ノアの資料を参照。ハリケーンの強さは、1分間の最大風速をもとに、シンプソンスケールによって、以下の5段階に分類される。カテゴリー3以上のものを、大型ハリケーンと呼ぶ。以下のハリケーンの名前のうち、グレートハリケーンは、巨大ハリケーンという意味の属称。 ガルベストンは上陸地点の名前である。それ以外は名前リストから命名された名前である。なおトロピカルストームでは唯一2001年6月のアリソンがヒューストンに大きな被害をもたらし決命となっている。なお強烈な大西洋ハリケーンの上位10位は以下の通りである。前日の通りハリケーンは 女性名と男性名を交互に使用することによって命名されているが、イリノイ大学が発表した調査結果によれば、女性名が付けられたハリケーンの方が、男性名が付けられたハリケーンよりも死者数が多く、被害が大きくなる傾向にあるという。過去にアメリカに上陸したハリケーンを死者数が多い順に並べると、上位10件のうち8件が女性名で、 さらに1位のカトリーナから7位のアグネスまでは全て女性名である。この理由は女性名の方が男性名よりも穏やかな印象を与える傾向にあることにあり、女性名ハリケーンの場合、男性名ハリケーンよりも危険度が低いと人々が思い込んでしまい、その結果避難せずに被災する人が多くなるのだという、ありがとうございます。